若きひろこのナライブさんプラス。はい、時刻は13時を回りました。皆さんこんにちは、メリークリスマス。メリークリスマス。ピアノ弾き歌うたいの荒垣ひろこです。荒垣ひろこのナライブさんプラス、今週もスタートです。ナライブさんプラスはですね、ゲストあり、生演奏あり、音楽の話あり、音楽と関係ない話もあり、幅広い内容で皆さんの月曜のお昼時を彩る、一応音楽番組です。でこの番組はツイキャスユーストリームでも放送しておりまして、放送終了後は YouTube にアーカイブも上がりますので、お聞き逃しの方はそちらをご覧ください。すべて FM 那覇のサイトのトップページのにリンクがありますので、 FM 那覇で検索してみてくださいね。番組ではスポンサーさんも募集しておりますよ。オリジナル CM ソングも作成しますので、ぜひぜひお気軽にお問い合わせください。メールもお待ちしております。何でもいいですよ。送ってくださいね。宛先は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp まで、お送りください。さて本日クリスマスにまたスペシャルなゲストをお迎えしております。2014年まで25年にわたって沖縄のクラブシーンを牽引し、多くの DJ を輩出し続けた火の玉ホールのオーナー、レジデント DJ の前森喜一さんをお迎えしております。メリークリスマス。メリークリスマス。ひろこちゃん、お久しぶりでございます。お久しぶりです。夏に続き、はい、お呼ばれありがとうございます。喜一さんのマイクもちょっと上げますね。大丈夫ですか。うん、はい、もう夏に続いてずうずうしくまたとんでもないです。登場させてもらってありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ嬉しいです。はいはい、そうそう、今日はですね、その実はもうすぐまた火の玉イベントが29日に、はいはいはい、開催されるということで、はい、そのお話をですねちょっとたっぷり伺いたいのと、はいはい、あと夏に話が盛り上がりすぎて聞けなかった話があったかと思うので。そうですね、そうですね、課題が少しあったということで、はい、続きを、はい、そうですね、キチさんの今のお話なども、はい、伺っていこうと思います。はい、そのわけで、お送りしていくんですが、最初にまず今日全部ね、またキチさんに選曲いただいて、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。1曲目いこうと思います。はい、じゃあこれね、かわいいかわいいもろこちゃんの、もろこちゃんの、はい、はいはい、このクリスマスイメージで、今日は何枚か持ってきたので聴いてください。はい、ありがとうございます。ではモロコでファミリアフィーリング、あ、合ってます。ファミリアフィーリングレディオエディット。はい、お送りしたのは、前森喜一さん選曲でモロコ、ファミリアフィーリングレディオエディットでした。いや、僕ね、生まれ変わったら実はさ、はい、もうカラヤンとか小沢誠二さんみたいな指揮者になりたいのね。このオーケストラのチャッ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 ってこれだけでもう俺時々この手がこうなってたの。いやいや、手がこうなるのか死ねるよ俺。もうポンポンパンチキック浴びてる感じ。オーケストラな、本当にやばい、ねえ、うん、かっこいい。しかもなんかこの声が、うん、なんかこう盛り上がるんですけど、うんうんうん、この声がやっぱりリラックスさせるような。そうですね、外に行ってるけど中にバンバン入ってくるしね。あ、そうですね、本当ね、確かに、うんうん、モロコさん素敵だよね。すごい素敵な、いや、いや、ありがとうございます。いいえ、いいえ、今日はクリスマスなので、うん、もう今日まさにクリスマスなので、うんうん、ちょっとクリスマスを意識して選曲していただいて、うん、ラブリーな感じですね。はい、はい、ありがとうございます。いいえ、いいえ。はい、今日はですね、火の玉ホールの前森喜一さんをお迎えして、29日に、はい、あさとの、那覇市あさとのクラブクラッチで、はい、火の玉クラシックスという、はいはい、今年のあれですか、集大成。そうですね、辞めてちょうど3年3ヶ月余りでですね、はいはい、初めてこの、まあ、もう本当同窓会じゃないんですけども、はいはい、うん、夏 の、 フェスの場合はまあ、そういう趣旨ではなくて、はい、うん、まあ、子供も連れてこれるからちょっとビーチパーティーの延長線上で音楽の祭典みたいな形でやらせてもらったんですけど、はいはい、まあ、今回本当にもう1年前から予告をし続けてきて、うん、それでやっと1年をもうあと数日後に控えて、はいはい、うん、だから1年前からみんな知ってて、うん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 、だからアメリカから嫁に行った子が帰ってくるとか、まあ、内地にいる人はもちろん
あの帰省するし、はい、そういう感じで、ちゃんと告知すれば、うんうん、みんな調整してくれるんで、うん、だから1年という猶予をいただいたイベントなので、あの続々とみんなあの本当にお帰りなさいということですね、はい、もう本当になんか温めて温めて濃厚な、はい、そうですそうです、濃厚な、はい、温めて、はい、なるということで、うんうんうん、ちょっと詳しくそのそうですね、中身について聞いてもいいですか、まあ、長くレギュラーを張っていた、うん、この DJ たちを、まあ、それぞれに呼んでまして、はい、まあ、もし全員参加させるとしたら、うん、あと 7,8 回はやらないといけないんですけどとりあえず1回目は僕がピッと直感で、ピックアップした DJ たちで、うん、まあ、共通に彼らの個々のなんか根底に流れてる部分ってとても、はい、うん、なんだろう、派手さはないけど、うん、すごい音楽よく聴いてて、よく気づいてて、だいつもこの呼んでる DJ たちの DJ の時に自分踊りながら、あ、こいつ本当音楽聴いてるわ、本当この曲がいいっていうことをよく気づいてて、この曲が一番映える場面でこの曲をかけてるっていうことにいつも感心していた、うん、この9人の男たちです。はい、なので第1回目としては僕は本当満を持して彼らを送り出したいというか、うんうん、まあ、自分もやるんですけど、はい、うん、あのこの9人は本当に素敵な、うんうん、派手さはないけど本当によく音楽を知って、はい、うん、あの感じて表現できる、うん、DJ たちだと思うので、あの楽しめると思います。あ、はい、そうか、クラシックスっていうのはそういう、はい、そうですね、あ、なるほど、はいはい、これはあれですね、私あんまりその クラブ文化にどっぷりと浸ってきた人間ではないんですけど、うん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 、あのちょうど私みたいなものにもいいですかね、はい、もうとてもいいと思いますねちょうどいいですか、ね、はいはい、あ、楽しみ、これあの私もあの行くんですけど、はい、開演が、9時からですね、スタートが9時からですね、はいはい、で2017年12月29日金曜日の、はい、夜クラブクラッチ、はい、クラッチさんでやるっていうのはあのキャパシティの部分でも、あの大きさとか、うん、まあ、あそこは多分300ぐらい入っても大丈夫な空間ですし、はい、あと音もねとてもいいので、うんうんうん、はい、あのそこに選ばせてもらいました、はいはい、めちゃめちゃ楽しみです。これね、うん、このフライヤーをもうネットにガンガン上げたいんですけど、私はいはい、うん、あ、13年にわたり、あ、うん、そっかそっか、もう本当に皆さん13年14年そうなんです、10年13年、うん、うん、もうそういう人だけですねほとんどね、ええ、あのここでもう一方ゲスト、あの、あ、おかえりなさい、おかえりなさいっていうかはい、ゲストが増えましたありがとうございます。島さん、お帰りなさい。どうも、はい、よろしくお願いします。また夏に続きよろしくお願いします。飛行機で、あ、いや、でも一回実家に帰ったんで、10時ぐらいに着いて、あ、すごい、もう来たての、東京から到着したてのですね、ライターの島袋ひろゆきさんです。はい、こんにちは、はい、メリークリスマス。あ、メリークリスマスキッツさん、もうクリスマス、クリスマス似合いますそう、でも今ね、配信のご覧になってる方はね、お気づきだと思うんですけど、一番ね、島袋さんの後ろがクリスマスっぽいです。あ、ほんとだメリークリスマス、あのツリーが映ってるんでねはい、ということで、うんうんうん、あの火の玉チルドレンである、あの島袋俺、それ最近ちょっとフィーチャーしまくってたら、いや、島はそんなにチルドレンでもないだろうみたいなそんな感じです。なんかそのマウンティングみたいなのがいや、濃厚度から言えば高いからそれでいいと思いますよ。そうですかね、うん、うん、濃密度が高いので、うん、やっぱなんか先輩方はあれですからね、うん、僕より全然もう、うん、歴史が長いですから、うん、こう、あの今ね、うん、あの火の玉クラシックスの、はいはい、これ29日にあるので、楽しみですね、はい、うん、そのお話をしているところだったんですけど、うん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 、これなんかそのやっぱ、まあ、クラシックスっていう部分も誰でも聞きに行ったらいいんじゃないっていう、そういう部分があると思うんですけど、はいはいはい、なんかこう他にすごいメンバーいいですよね、ここの聞きどころっていう、もうその話終わったかもしれないですけど、メンバーすごいいいですよね、うん、DJ、うん、そうですそうですそうです、うん、一人、お一人一人語りたい感じなんです、うんうん、
まあそれもあるけど、前回夏に話をした時に、うん、はいはい、まあいろんな場所に話が飛んだんですけど、うん、ほら僕が火の玉ってよく電話でなんか普通の人が電話かかってたら、お宅はどんなところですかって、いやうちがヤンキーじゃないからっていう、はい、本当に象徴されるように僕が今実はセラピストをやってて、はいはい、で辞める、火の玉辞める1年半2年ぐらい前にから最初お手伝いで体貸してって、このまあこの体式マッサージの先生にですね、自分の友達の、うん、だから体貸してたら、あなたさ波動高いからさ、ちょっと私から勉強してみないっていうことになって、キーツさん波動高いでしょ、少しやってったら、なんかある日そのこれって医学的なもん先生あるんですかって、あるよ、シネーザンって言ってさ、胃とか腸とか内臓を全部体では緩めるっていうジャンルがあって、これは中国から2000数百年前にタイに入ってきて、中国よりもタイで花を開いて、だからこれは今日本で鶴太郎さんがヨガをしきりにお腹動かしてあのどうこうなってるけど、もう全然あの知ってる人は知ってるよみたいな、ただ沖縄にないんだって、先生なんで先生やんないんですかって、これやっても誰も受けないでしょ、ただあのメニュー出しても誰も受けないことやってもしょうがないじゃないって、先生僕はぜひそれやってみたいですって、誰もやってないのやりたいですって、したら先生が私の師匠、まあ、彼女の師匠をね、はい、北村誠先生って日本の第一人者、はい、じゃあ誠さんに頼んでみようかって言ってくれて、まあ、半年後に誠さんが来てくれることになって、うん、僕のうちに1週間寝泊まりしてあの学んだんです。だから火の玉の最後らへんはみんな結構電話かってきて、岸さんちょっとお腹やってもらいますあの DJ とか親しいお客さん、はい、だけどそれを職業にしようとかは思ってなくて、そのまま終わって、まあ、ベルリンとかニューヨーク行って、はい、でうんぬんしてて、そしたら、まあ、娘の結婚のことがあって、で、まあ、とりあえず帰ってちゃんとやらんといけんなと思って帰ってきたら、かつてのクライアントがいっぱい電話かけて帰ってきてんのみたいな受けたいんだけどまたやってくれるみたいな、すごい、だから結局なんか呼び戻されて、またさらに娘に呼び戻されて、クライアントに呼び戻されているのがごめんなさいね、後でこの話しようと思って、ね、先んじて話してるんだけど、いやなんかもうちょっとその話にどんどん突入していきたい感じになって、うんうん、だからそういう部分でその自分は凡人は、まあ、島ちゃんなんかこう心に響くと思うんだけど、物書いてるから凡人は誰もやってないことをやれっていう感じ、うん、誰もやってないからやる、そうですね、うん、ないからやってみたいみたいなね、だから火の玉の時もお正月いつも、まあ、東京でサラリーマンやってきてお正月帰ってきて沖縄の、まあ、クラブというか当時はディスコになるのかな、はい、面白くないから、うん、まあ、連れてきてくれた友達に面白くない面白くないって言ったら、なんでこれ普通じゃないかこれがあったら、いや東京ではもうこんなじゃないよみたいな、じゃあお前自分でやればいいじゃんって、はい、でもうじゃあ売り言葉に買い事、じゃあ俺やるよみたいな、で、まあ、それから3年ぐらいしてやったんですけど、だからないからやったみたいな、あのね、音楽のアプローチもね、そうですね、うん、そういう部分でもマンデーとかピッチカート5もそうだけど、みんなやっぱりそういうリベラルで、うん、もうこう欧米の人と肩並べたいと思ってるアーティストが日本にはたくさんいるけど、うん、はいはい、テレビにあんま出ないから、うん、そういう素敵な音楽作ってる人を呼びたい、これも誰もやってないからやる、うん、だから何もかもがこの今のセラピストもあのただなんか変なリラクゼーションみたいなマッサージじゃなくて、確実にもう内臓全部動かして、うん、あのもうバーンと目の周りが黒いような、例えばちょっと疲れた感じのご婦人がいたら、奥さんお腹行きましょうってお腹行きましょう、したらもう全部もう目の周りの真っ黒が取れて、はあ、前森さんの言う通りもう本当にお腹受けてよかったわっつって、もうずっとそういうで、 DJ も緊張感あって、うん、こけたらこけるけど、施術ってもっと大変じゃないですか、もうリアルに下手だったらノーサンキューみたいな、だから最初からこんなレベルになれるわけじゃないので、それは何百人も多分外してて、今でこそこの多分半年1年は来たら 90% はリピーターにできる技術になってるけど、それまではそこまでなってないから、まあ、DJ の時もそうだし、全然ダメだよねってきっといっぱい言われたと思うんで、
だからそれはひろこちゃんにも該当すること、しまちゃんにも該当する、やっぱりそんなのバッシングなんて受けるよね、うん、まあ、バッシングは絶対あります、ね、まだまだ、はい、でもそれはありがとうみたいな、うん、そうだね、本当まだまだだ ね、うん、そうですね、確かに全然自分分かってないし、うん、気づいてないしできてないみたいな、だからもしかしたら火の玉ができた瞬間って批判もあったかもしれないけど、うん、全然ですよ、でも僕たちの世代は本当に助かってるっていうか、火の玉があったから、なんだろう、記憶れすることなく音楽聴けてたんで、東京と同じレベルの音楽を聴かせてもらってたし、それこそニューヨークとかパリとかと同じレベルで、だからそういう意味でまた元の元の元に戻るんだけど、この DJ たちはそういう意味では本当にその意識を組んだ、なんかあんまり喋らないけど、なんかやらせたらスカッとやって、やっぱ分かってるよねみたいな、で喋ったらあんま喋らんけど言葉が重いみたいなね、あ、的確なことを言ってくるから、だからそういう人に出会えたっていうのは自分が発信したから、そういう人たちが来てくれて、そういうつながりが始まって十何年も彼らが回してくれたんで、だからやっぱりまあ全部根底は誰もやってないからやって、俺ってこんな思ってるんだけどみんなどう思うっていう、感じで、でもいるんだよね、そういう感受性の人がね、だからそういう意味では、うん、だからテンポがなくなってもこんだけ影響してるってすごいことだと思いますよ、ね、ゴーストコラボ実体はないですけど、ある意味実体がないからどこにでも存在し得るっていうか、うん、確かにそうですよね、しかもこれ火の玉クラシックスボリューム1っていう、あ、初めてですからね、うんうんうん、まずこうドンってそうです、ね、このイベントがあり、そうです、ね、また今後も、うん、そのでも今回の反響が良ければね、良ければね、うん、また、まあ、反響はいいんじゃないですか、うんうん、当然、うん、ね、もしもうぜひそんな風になってくれてまたできたらいいですよね、うんうん、いやこれ楽しみですね本当、うん、しかもクラッチね、もう数少なくなってきましたけど、うん、沖縄もクラッチ、ね、そうね、ラブボールもね、うん、もうねクローズしたからね、昨日ですか、うんうん、昨日、うん、まさに昨日、うん、ファイナルだったんですけど、うんうんうん、このフライヤーもめちゃめちゃかっこいいので、ちょっと画像もお借りして、あ、はい、あのそうですね、私しちゃったんですけど、うんうん、番組が、はい、もう出しましょう、うんうん、ここなんか立てかけといて、あ、いいです、いいです、ありがとうございます、ありがとうございます、そうなんです、フライヤーかっこいいですね、うんうんうん、フライヤーはどなんていう方が、大平、あ、ごめんなさい、大城和久さん、あ、大城和久さん、はい、まあ沖縄のクラブのあの、うん、イベントのね、デザインかなり数多く手掛けてらっしゃいますけど、まあ、お嬢さんはもうパブリックなホテルのパンフレットであったり、はい、サイトも作りますし、うん、あの彼のこのエネルギーの爆発でよろしくお願いしますったら、うん、こういうものになったんで、まあ、もうまさに意図の通りですね、うん、はい、僕いつも感心するのはキーツさん、自分でこれフライヤーのコメント書いてますよね、そう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 、キーツさんの空回りしすぎてないテイスト、俺一応僕文章のプロじゃないですかそうだよねこれ頑張ってもこれ書けないですよいや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 、マジでこのね独特の空気これ裏側の画像もありますか、あ、裏側の、あ、送っときますね、もし、あ、ありがとうございます、あ、ありがとうございます、ぜひね、これぜひ皆さん、はい、細かく読んでほしいんですけど、はい、これ書けないよこのフライヤーにあの DJ さんのことがいろいろ書かれてあるので、そうですね、はい、ぜひ、はい、ねえ、一個だけ読めます、あ、読んでください、じゃあキムくんね、もうキムくんは10年にわたり金曜電気ロックを担当、テクノを根付かせるため長い活動をしている、たくさんの DJ たちをつないでいる、友情熱い男ということなんですけども、まあ、例えばキム君なんか本当に全 DJ とつながっていて、そうですね、うん、だそんな具合に DJ 以外の側面も少しね、そうですね、説明できたらって、クラブ以外でもなんかいろんなミュージシャンとキムさんがね、うん、つながってて、うんうんうん、沖縄の本当いろんなシーンを盛り上げてらっしゃる方で、うんうんうん、かっこいいよね、かっこいいです、キムさんは本当単純にかっこいい、うん、かっこいいかっこいい、うんうん、キムさんはって言うと他の人はどうなのって話ですけど、うんうん、いやキムさんもね、キムさんもなんか愛情が、なんか強いんだよね、うん、なんかとてもしなやかで強いって、うん、
そうですね、しなやかっていう感じがすごいします、ね、したたかっていうか、うん、分かった、愛情が滲んでますこれ、うん、キイチさんの文章に素敵。あと時空が飛ぶんだよね、時空だ時空が飛んだ話を同じ行間同じ行に入れるから、あなんか何十年分ぐらいか分ぐらいかの時間軸が一文に入ってて読んでる側はトリップするんだよ。あもう読んでもらいましょう、皆さんにもぜひ、よろしくお願いします、ね、きっとあのあれですよね、本当ミュージックラバーに、うんうん、そうですね、とってもこれは行くべしみたいな、はい、夜になると思います、はい、火の玉クラシックスボリューム1、2017年12月29日、はい、今週ですね、金曜日、はい、金曜日ですね、那覇市あさとのクラブクラッチで、料金2000円で、プラス2ドリンク、はい、そうです、でスタートが21時となっております。皆さん、はい、ぜひお越しください。よろしくお願いします。これも火の玉価格ですね、はい、2000円2ドリンク、ね、すごいなんか安っとクラッチさんにも頑張ってもらいました、はい、ね、ぜひもう、はい、忘年というかもう今年最後にすごい盛り上がって、はい、ね、きましょう皆さん、はいはいはい、で今日あのクリスマスということでキイチさんにいろいろ選曲していただいているので、うんうん、せっかくなので曲、ね、はい、聞いていきたいと思います。で、2曲目がですね、ジャミロクワイで、はい、もう行っちゃっていいですか、はい、これちょっとお話しします。ブローヨーマインド行きましょうか。あ、ブローヨーマインド行っちゃいます、ジャミロクワイでブローヨーマインドレディオエディット、はい、お送りしたのは、ジャミロクワイでブローヨーマインドレディオエディットでした、うん、ちょっとだけ JK には触れていいですか。はい、お願いします。やっぱり、まあ、以前その75年生まれのDJ が多かったりお客さんが多いよって、はい、まあもちろん火の玉が古いからっていうのもあるし、75年の人たちまでは、うんうん、まあ前も同じ話して恐縮なんだけど、ユーミンとか達郎さんとか坂本龍一さんぐらいの方からモダンな文化が日本にこう入ってきて、うんうん、大体あのこの75年生まれの方はかなり、うんうん、まああのそれをまだ強く継承してるみたいな、うん、でそれのなんか象徴みたいなのがジャミロクワイで、うんうん、もうスティービー・ワンダーみたいに出てこないんじゃないかみたいな、あ言われたのがいきなりジャミロクワイ出てきて、うん、最初我々業界の中ではジャミロクワイ19歳からデビューしたんで、うんうん、まずこの声って男なのか女なのか映像がない時代ですよね、はいはいはい、レコードだけ買ってて、うん、確かにそうです。これはなんだこれまだ19歳らしいよ、うんうん、親がなんか家でマイルス・デイビスとかスティービー・ワンダーとか聞いて、親はジャズ歌手かなんかでなんか母子家庭でそういうふうに聞いて育って、なんかで何男女のと男さみたいな、もうそういうアナログ的な情報から入ってきて、だすげえなこいつ本当スティービー・ワンダーみたいになるかもなって、あれよあれよっていう間にそうなって、初期の頃のこのソングライティングが本当にまたね、うん、秀でてるというか、うん、もうこの曲が僕一番好きなんだけど、ああそうなんですね、うんうんうん、なんかちょうどバーチャルインサニティがすごい流行って、うん、そうですね、そうですね、私もいくつだったんだろうな、うん、あのアルバム買って聴いてたんですけど、うん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 、なんかこうミュージックビデオ見たらまたそれもそれですごく世界観が、うんうんうん、そうですね、あったじゃないですか、うん、確かに確かに、うんうん、あの時代って MTV 全盛期っていうか、うん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 、まあレニー・クラビッツが出てたりとか、うんうん、確かに確かに確かにね、ちょうどあの頃映像ミュージックビデオっていうものがワンセットで語られるようになった最初の頃なんですよね、まあ、ビースティーがやってたりとか、そうそう、映像作家がそのミュージックビデオを取り出した、うんうん、なるほどね、はい、頃なので、ちょうどなんだろう、時代がそういうダンスミュージックとかマッチしたんですよね、うん、そうだね、スペーシーな感じとか、そうだね、そうだね、はい、うんうん、最近でもなんかあのサッチモスとか、うん、ジャミロクワイ聞いたのかなみたいな感じ。あ、いるの？もろでしょ。あ、いるの？そうそう、はいはい、ごめんね、バカなくて。サチモスは今日本の割とそういう、なんだろうな、アシッドっぽい音楽、うん、まあでも R&B の影響も多分相当大きいんですけど、そういうナルバリッチとかっていうのもいるんですけど、まあ世代はもちろん僕らの近いんで、うんうん、もう完全にジャミロクワイは聞いてきてると思います。いいね、でもそうやって孫ひ孫みたいな ね、うん、そうですね、状態になってればね、スティービー・ワンダーから見たらもう、そうスティービーからの孫引きだと思うんですよね、うん、ねえねえ、なんかちょっとエレガントさもあってかっこいいなと思って、うん、あのピアノ使ったりするじゃないですか、うん、だから
なんだろう、私はずっとピアノを触ってきた人間なので、まあなんかこうあの時は音楽やるって思ってなかったんですけど、やっぱなんかこうそのサウンドでこうスッと入ってくるというか、なんかあの聞き心地の良さも含めて、なんかなんでしょうね、すっごいよく聞いてましたね本当に。あのまあこのバンドとしてのアレンジとか構成とかね、楽器の使い方っていうのは本当に勉強になるよね。そうですね、そうですね、俺はあんま別にあれだけど、もっとちゃんと研究すればよかったかな、あ研究 しようかな、ちょっと改めて聞いてみるとまた発見がね。 あとあれじゃない、尺も4の尺の8の尺の16の尺の32の尺のこの長さのフレージングがこう相まって、だからこう一つ調和してる感じね。だから人類みたいな世界だね。あ最近なんか日本、日本でもそうです、そうそうコード解釈レベルから相当研究してるな、この若い子たちって思う。若いミュージシャンがもうほんと20歳ぐらいの若いミュージシャンがいっぱいいるんですよ。あ本当日本でも、ちょっともうまた変わり始めてるなっていう。でそれを直感的に使い切れるかどうかだね。そうですね、あでもいますよ何人か、もうそれもそのレベルにいるミュージシャン。楽しみ、はい、教えてよ。もうそうですね、東京は今ちょっと暑いですよ。あ本当、はい、だから今地方が若干、これはまあ10年ぐらいずっと言われていることで、地方のミュージックシーンがちょっと元気がないっていう状態が、まあ地方っていうか東京以外ですね。昔いろいろいたじゃないですか、仙台には誰とか沖縄にももちろん誰とかいたじゃないですか。それ今いないんですよ。がまあ一回東京に集中したものがまた帰り始めてるんで、まあ沖縄もそろそろまた出てドカンと来るんじゃないかなっていう予感はありますよね。ヨロコちゃんなんか鍵盤ができるっていうことも、まあ、なぜずっと沖縄鍵盤が少ないかでもジョージ紫さん行こうね。ジョージさんまで。いや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 、なぜでギターの人とか多い。ごめんなさい、やっぱり、ごめん、沖縄はちょっとあんまり豊かじゃないから、鍵盤習ってどうこうなるっていうのは、とっても親も頑張らんとけし、時間もお金もかかるから、沖縄でそういう鍵盤してどうこうってなりにくい。ユーミンみたい、ユーミンだってお嬢さんじゃん、呉服屋の、呉服屋の娘さんだよね。そうなんですか。そうだからそんな感じで、井上陽水さんだってあのお医者さんの息子さんだし、やっぱり正直裏付けはあるのね。貧しかったそんな楽器なんて習えないし。確かに。そうだからやらみを、アパートだったら音出したお前うるせえやめれみたいな隣の人に言われるじゃん。だからやらさんとかが成り立ってたのってあれですもんね、米軍でやってたからですからね。逆にね。ああ確かに確かに。なんか私出会うかもしれません、そういう意味では。なんかピアノをいただいたんですよ、グランドピアノ、そんなことってあるって思いますけど。ていうかグランドピアノ置ける家もすごいけど。だから家もすごい。無理やりですよ、私の部屋。だから私あのグランドピアノの下に寝てたことあるの。あのベッド入れてなんか部屋を どうにかこう使えない。朝起き寝返り打つたびに打つとかね、こう体を。ありましたけど、だからなんかねやっぱり、あそういう背景があるのかって、ね、自分も全然そういう目線でずっと見てた。確かに沖縄からピアノ弾いて歌う人出ないのはもう正直な話、もうそういうのだっていないね。キロロ、ギターはすぐもうギターはビシアに行って5,000円で買ってバーンって言ってなんとかなんとかなんとかってやればいいさ。でもピアノでそういうもうすごい複雑な和音構成とってどうこう起こったな、ちょっと別の世界だもん。なんかこうちゃんと習おうとするとみんなクラシックから入るし、分からんとまたダメだしね。そっか。あでも一緒に習ってた人もねいたんですけどなんかやめちゃったんですよみんな。なんか理由があるんですかね。ちょっとやっぱ挫折、弾けるようになるまでが長いのかな。多分環境が許せない場合はあるかもしれないですね。学校が使えな、学校のピアノが使えなかったりとか。あなるほどなるほど。まああと大きいのはやっぱりあの衝撃的なアーティストに出会ってないということだよ。やっぱ出会えばそんな風になりたい、そういうものを作り出してみたい、なぜこういう構成になってるか調べてみたいということなんで、だからそういう衝撃ドカーン、あーこれもすごいわ。あと子供の頃のある時期のモチベーションって、親がいかに状況を与えられるか、音楽を聴かせてあげるとか、確かにね、そうだね、上質な、まあ、お父さんというかお母さん、両親自身がミュージシャンだったりとかっていう、音楽好きでね、そうある時期離れない環境を作るための
状況みたいな。そうだね、はい、うんうん、今僕の友人の千葉辰巳くんっていうひろこちゃんもよく知ってると思うんですけど、はいはい、が今まさに子供がちょっとピアノ弾きたくなくなってる時期らしくて、うんうん、どう今の時間をつなぐかを苦労してる。あ、その方はお父さんっていうこと。そうです、そうです、うんうんうん、お父さんマルチで楽器何でもできるんですけど。あ、本当。で子供が今ドラムに、まあでも逆にハマってるみたいで。いいですよねドラムね。まあ、でもワンマスドラマーでなんかこう顎で合図してみんななんかギター弾きゃなんとかってかっこいいじゃないこうやって、うんうん、ああ、でも彼としてはだって想像しただけでも上がるもん、まあ、逆になんかコヨーテアグリーのバンドマンみたいな、はいはいはい、コヨーテアグリー、いや私のハイヒール舐めなさい、それは違うかそれは違うか何の話ですかそれは違うけど、だからやっぱそんな風に女の人はもう仕切っちゃえばいいのバンバン、もう男はもう奴隷だからさ。そう知ってたその遺伝子の話さ、その女性の XX 男の XY、はい、なんかヤフーニュースで男はいらないって書いてあって、うん、なんだってクリックしたら、うん、今年の初め頃ってはな XX からは人工的に XY が作れるの、はい、だから男が全部死んでも、うん、女の人は人工的に男作れるの、しかし逆はできないの、我々だけが生き残って女性を作ろうと思っても作れないって。基本的にそう基本的に染色医学的によ、そうもうできないんだって。あ、そんな話が出てた。染色体の話だけで言うと、うん、世の中に男性っていうのは存在しないんですよ、うん、女性しかなくて、うんうんうん、女性の欠損状態が男性なんだ。男性なんだ。なるほど。便宜的に男性って言ってるだけで、基本的にその地球上には女性しかいないんです、うんうんうん、だから僕は私たちはですね、生まれた瞬間から劣ってるわけです。劣性遺伝ってことですよね。劣性遺伝なわけですよ。ちょっとなんかすごい居心地が悪くなる。劣性とか。いやいやそうよだ僕がさ、自分のクライアントのこのマッサージのお客さんにその話したさ、はい、キーさん気づいてなかったの、男はただ働いてお金入れてその他ちょっとわずかな小遣いもらうだけ悲しい。別になんもないじゃんみたいなことを言うわけその彼が。でもあ、そうか、俺はそういう人生歩んでこなかったけど、確かにみんなそういうのをひしひしと感じながら生きてたわけだった。お前今頃気づくなよみたいな感じのあれだってリアクションされたよ。でも沖縄はなんかね、女性の方が働き者っていう話、うん、あ、一応ね、うん、それは確かに、うんうん、ごめんね、なんか全然違う展開になっちゃったね。そう、いや、全然そのイベントの話からもマッサージの話からも遠ざかって染色体の話になりました。だから金さんとね、いやこれが楽しいですよ、話すのね。そこが肝なのよ、うん、そうそう、もうね、そしてあっという間に時間過ぎますからねこの番、クリスマスソング吉さんが持ってきていただいたのをもうちょっとかけていっていいですか。行きましょう、もちろん、せっかくなんで、うん、じゃあ、次にお持ちいただいたのがですね、うん、マキシン・ナイチンゲールの、うん、If I Ever Lose This Heaven、 This Heaven、 はい、はい、これについてちょこっとなんかコメントいただいたりしていいですか。やっぱりソウルの中で10曲自分の葬式にかける曲を選べた、これ選びたいですね。はい、大好きですね。そうなんですね、はいはい、とてもこうみんな向上する、誰が聴いても素敵だと思う曲だと思います、うんうん、この場にぴったりだと思います。はい、じゃあ早速聴いていただきましょう、はい、マキシン・ナイチンゲールで If I Ever Lose This Heaven。 はい、ごめんなさい、間違ったかも。いいよいいよ、大丈夫よ。みゃみゃ。少々お待ちください。はい、これがね、生放送のいいとこね。いきます、いきます、いきます。もう一回、もう一回曲紹介しますね。はい、マキシン・ナイチンゲールで、If I Ever Lose This Heaven。サビでハモりますよ。はい、お聞きいただいたのは、マキシン・ナイチンゲールで If I Ever Lose This Heaven でした。めっちゃかっこいいね。素敵だね、本当にね、うん、そういう恋をしてよこれ100回ぐらいループして聞くようなキッサンで電話してきてよ、私もこうだってもう燃えるような恋してるんで後ろでこれ流してちょっとね、いいですよね、こんな恋ができたらいいですけどね、うんね、できますと思う、うん、濃いね、うん、なんか濃いねとか言って、何ですかその遠い目は。あ、いや濃い濃いし、なんかね、半年近くぶりだけど女度上がってるよね、なんか確実に、うん、
俺はたまにしか会ってないからすごい今フェロモンが高まってるよ。ちょっと聞いてたんだ言う分にはいいんだけど、俺が僕が言うとちょっとセクハラになりかねない。あの井川遥さんに負けないぐらいになるかも。なんで井川、なんで井川。でも分かります、井川遥さん超色気ありますよね。そう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 、ありがとうございます。じゃあもうあの上を目指して頑張ります。上を目指してどういう風に上なのかもよく分かんないけど。はい、でもうあれとそうですね、ちょっと もう一回の結構終盤になってきたので、うん、あの、うん、火の玉クラシックスの、うん、あの宣伝もう一回しますね。あ、ありがとうございます。これ今日、あの、今日はですね、うん、あの火の玉ホールの前森喜一さんにお越しいただいて、はい、夏ぶり8月7日ぶりに、はいはい、お越しいただいております。で、火の玉クラシックスボリューム1という、うん、火の玉のイベントがですね、はい、あ、火の玉知らん、ご存じない方にもう一回ちょっとだけ説明すると、うん、2014年までですね、はい、2014年まで25年にわたってですね、はい、日本の沖縄のクラブシーンを牽引し続けた伝説のクラブでございます、はい、そこのよろしくお願いします、はい、オーナーの前森喜一さんに今日お越しいただいておりまして、はい、そのもう店舗はなくなっているんですけども、うん、今こうしてね、うん、まだイベント受け継がれて、はい、盛り上がっております。この火の玉クラシックス、はい、こちらが29日今週の金曜日、はい、にも迫っていて、はい、那覇市あさとのクラブクラッチというところで、はい、入場料2000円、2000円プラス2ドリンクの料金で、はい、21時スタートになっております、はい、もうクラシックス、そうですね、早いもんでもう3年と3ヶ月になりましたので、はい、うん、そろそろ集まって、はい、休校を温めたいと思いました、はい、もうよろしくお願いします。大大プッシュです、はい、ぜひ皆さんお越しください。はい、はい、でというわけで、うんうん、お送りしてるんですけども、うんうん、この番組ナライブさんプラスすら、うんうん、すごい滑舌、うんうん、ナライブさんプラスっていう番組なんですけど、うんうん、ナライブさんがその学びたいっていう意味で、うんうん、前回喜一さんに、うん、今挑戦したいことありますかって、それにちなんでなんかこう、うん、学びたいことがありますかって言った時に、なんか映画を作りたい、うん、あ、言ってますね、うんうん、そう、このまあ、温められる、ストーリーは、うん、まあ、前も申し上げたけど、はい、あれからも着々と進めてて、だからこう、まあ、火の玉のね、うんうん、ドキュメンタリー撮ってくれた村方監督とも話をしてて、うんうん、なのでとにかくあんたが早く最後まで書き切ったら俺は動くよっていう形なので、うんうん、まあ、もうちょっとですね、うんうん、はい、春ぐらいまでかかるかもしれないんですけど、まあ、でもとても春ってすぐですよ、うん、ですよね、今びっくりしてる、もうすぐじゃんと思って、うん、もう7部以上はもうできてるので自分のギアの上げる、うん、次第ということで、うん、いい本にできれば多分、うん、相手を説得する、うんうんうん、材料にはなると思うので、うん、そこまで持っていきたいですね。楽しみですね、はい、じゃあ、あれですか、あ、実はこの放送、うん、今年最後なんですよ。あ、最後、そうですか。そう、そう、うんうんうん、うん、もうそうそう、1月1日次お休みするかもしれないし、番組また来週あるかもしれないですけど、うんうん、あ、元旦になっちゃった、ね、来週って来年なの。だそうなんですよ、元旦なんですよ、ね、だからもうお正月お休みしようかなっていうあれもあるんですけど、でも この放送が今年最後で、うん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 、もしよかったらなんかまあ、うん、その映画かもしれないんですけど、うんうんうん、抱負とかって来年の伺ったりしていいですか。そうですね、どんな年になりそうですか。これは、うん、まあちょっと DJ してても、うん、この施術しててもやっぱりいつもあ、これこういうのもありなんだとか、うん、あ、もう気づきばかりなんですね、瞬間瞬間ね、うん、だからやっぱりもう気づいて感じて気づいて、うんうん、それを記憶して高める、スキルを高める、うんうん、っていうのは何やってても一緒なんで、うんうん、だからやっぱりいつもまっさらで感じれる自分にさらになっていきたいということですよね、うん、やっぱりね、うん、漠然と物を見たり聞いたりしないっていうことですよね、うん、でも別にそれで気合い入れてるわけじゃなくて、うんうん、今のようにガーってなんかわけのわからん感じにしてるけど、でもちゃんと見てるみたいな、あれやばいねみたいな、嬉しいですね。でもなんか吸収する喜びみたいなんですよね。でも
甘いのが好きなんで、もうコンビニ行くと新しいアイスが入って食べてでそれが夢中になったら、うん、この半径3キロ以内にどこのローソンとどこのファミマにこれが売ってるみたいなあ、こっちは売ってないんだみたいなとかだからそれも含めて何も気づくみたいな日常の全てがそう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 、私も気もあのせっかく新年迎えるんで、うん、ちょっとそんな風に何か自分をこう、うん、真っさらにできるような心持ちでいきたいななんて、ね、うん、思いますけど、だから決まりたいし決めたいけど、うんうん、決まったらドア閉じちゃうところが出てくるから、うんうんうん、ね、せっかく目の前に新しいものが出てきても、うんうん、受け取りきれない自分がいたりするんで、うん、だから夢中になることもいいし決めることも大事だけど、うんうん、でもやっぱり真っさらでいた方が楽しいよね。確かに、そうですね、なんかこういうこれぐらい年取ってくるとね、うんうん、ちょっと想像してしまうじゃないですか、うんうん、まあ大体こんなもんだろうって想像しないように気をつけないとなって、あ、そうですね、そうですね、せっかく我々こういうなんだろうメンタリティなり、そうですね、うん、あの知性の連中がここまでつながったから我々は別物だと思ってさでそれをみんなに楽しく、まあ、楽しい形にして、そうですね、うん、提示して、うん、ああ楽しいってなるように、うん、ね、島君もなんか役割大きいですよ、うんうん、頑張んなきゃなとは思いますね、うん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 、お願いしますねいやお願いします、うん、お願いします、そうですね、ね、私もサインを見逃さないように、うん、あの、うん、なんか柔らかくいきたいなと思います、うん、なんか行きますわ、そうです、浅野さんにしも、あ、はい、今、うんうん、じゃあ、最後にまた、うん、ね、あのひいちゃんの曲をおかけするんですけど、うんうん、ちょっとエンディングだけざっとあの読むものだけ読んじゃっていいですか、いつもお伝えして、うん、どうぞどうぞ、もちろんです、はい、うん、もうエンディングなんですけど、うんうん、この番組 YouTube にアーカイブ上がりますので、うん、まあ、曲の部分はね、あのちょっといろいろ権利の関係であの、うん、流せないかもしれないんですが、うん、まあ、お聞き逃しの方は、うん、トークなど、うん、そちらの方をご覧ください。すべ、うん、て FM 那覇のサイトのトップページにリンクがありますので、うん、FM 那覇で検索してみてください。メールも 780@fmnaha.jp まで、お待ちしております、うん、で、今日はですね、今年最後の放送なんですけど、2014年まで25年にわたって営業し沖縄のクラブシーンを引っ張った日の玉ホールの、オーナーの前森喜一さんをお迎えして、あともう途中からライターの島袋宏之さんも、はい、お迎えしてですね、3人でお送りしてまいりました。あ、はい、ひまうりの桃という雑誌で、どうぞどうぞ。沖縄で実はですね、僕新聞よく書いてるんですけど、あの雑誌初めてなんでよかったら読んでみてください。面白いと思います。はい、桃とに書かれてるんですか。あ、そうなんです。本屋に売ってるすごい。本屋に売ってる。あ、売ってます。あ、多分コンビニにもぼちぼち並び始めてると思うんですけど、はい、僕は沖縄デザインクロニクルっていうのと町屋川経済誌っていうのをちょっと担当して中にあるんですね、はい、うんうん、はい、絶対絶対こうやって見せていただいていいですか。今後実はですね、僕で初めてなんですよ、桃本さんとお仕事するの、うんうん、でもかなりフィーチャーしていただいてですね、あ、素晴らしい素晴らしい、そうなんです、あ、はい、ぜひ読んでください。楽しみだ、本当によろしくお願いします。素晴らしい、うん、ぜひぜひ皆さん手に取ってみてください、うんうんうん、で、あの12月29日今週金曜日の、うん、那覇市あさとクラブクラッチでの日の玉クラシックス、皆さんぜひぜひお越しください、うん、はい、よろしくお願いします、はい、さ、あの SNS で、番組の SNS でもシェアしますのでね、チェックしてみてください、うんうん、というわけで、最後に1曲かけて、はい、あのさよならしようと思うんですけども、ね、はい、あのこの曲にちょっとついて語っていただいていいですか。そうですね、作者の浅本博文はもうほとんど僕と同世代で、僕のとっても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 大好きな友達だったんですけども、あの火の玉の最後の14年のこのクラシックでも DJ することが決まってたんですけども、その一月前にちょっと亡くなってしまいましてですね、まあ厳密にはちょっと自転車の事故で、あの植物人間の状態になってしまって、亡くなったのは今年の初め頃なんですけども、なので皆さんは、まあ、多分ウアの曲通して、うん、こんないい曲書いてるのは誰なんだろうって調べてる人もいるだろうし、うん、ただ漠然とこの曲いいねと思ってた人もたくさんたくさん、うんうん、多分ウアの中で一番好きだと思ってる人も多いと思うんですけども、うん、僕はあの浅本さんがこういうあの自分のバンドから、うん、あの作曲家に転身というか趣を置いて曲を作り出した時にいつも、うん、浅本さん
今日何ロールスヨシで来たのとか、ケイスさんそんな皮肉言わないんだよって駐車場見ていいねみたいなせっかく俺久しぶりに遊びに来たんだから遊んでよみたいな、うん、これもう本当優しい人で、もう東京行ったらいつも一緒にご飯も食べてくれて、うん、とても奥さんとも含めて仲良くさせてもらったんで、うん、とても残念なんですけども、本当に最高の才能を持った、うんうん、愛すべき音楽家だったと思います、うん、ご紹介します。浅本博文、ウーア歌ってます。甘い運命です。よろしくどうぞ。